デニムルビーは日本の競争は主な勝ち倉は2013年のフローラステークス、ローズステークス。場名の由来は活発でオシャレなお嬢さんをイメージして。デビューは遅く、2月の京都。芝1600メートル線に出走。一番人気に押されたが直線よく伸びるも2着に、敗れる。続く阪神の未勝利戦も2着に赤敗する。3月の阪神の未勝利戦で、 初勝利を飾ると続く、フローラステークスは、後方から、最後は、追い込みが決まり、見事一番人気の答えるとともに、重傷初制覇を果たした。しかし、オークスは出遅れて後方からの競馬となり、最後は、よく伸びるも三着に敗れた。オークス前には、外戦文章にも登録していたが、秋は、国内専念となった。夏は、休養に当てて迎えた。 ローズステークスはまたも出遅れたものの最後はきっちり差し切って重勝2勝目を飾った。しかし、周華賞は再び出遅れて最後はよく、追い込むも4着に敗戦。雪辱を誓ったエリザベス上杯では、まずまずのスタートを切りながらも、直線の日をかき5着に終わった。2013年ジャパンカップ続く、ジャパンカップでは、 品は限定戦での敗退もあり7番人気の評価だったが、直戦で追い込んでジェンキルドンナの花さ2着に入戦した。コバになってからも2015年の宝塚記念で勝ったラブリーデイから首差の2着に入るなど、ボバ相手に抗争していたが、同年9月に右前足屈腱炎を発症、長期休養に入った。前走から1年半後となる2016年12月の、 金社地層で復帰し発着。その後2018年3月まで走ったが、勝ち星は挙げられず、2018年3月15日付で競争場登録を抹消、ノーザンファームで繁殖品場となることが発表された。ありがとうございます。